コンウェイ軍はアメリカ合衆国アーカンソー州の中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は2万1273人であり、2000年の2万336人から4.6%増加した。軍庁所在地はモリルトン市であり、同軍で人口最大の都市でもある。コンウェイ軍は1825年10月20日に、 プラス機群から分離して設立され、軍名はアーカンソー巡州からアメリカ合衆国議会への大議員を務めたヘンリー・ワートン・コンウェイにちなんで名付けられた。ヘンリー・ワートン・コンウェイアメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は566.66平方マイルであり、このうち陸地556.15平方マイル。 水域は10.51平方マイルで、水域率は1.85%である。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。アーカンソー州の軍はさらに軍区に小区分されている。各軍区には未編入領域と編入渦未自治体がある。現代の軍区にはその維持目的が限られたものになっている。 アメリカ合衆国国勢調査局は軍区をもとに人口を集計している。また経図調査など歴史的な目的には価値がある。一つ以上の軍区に入っている町や都市は統計調査に基づいて扱われる。コンウェイ軍の軍区は書きリストの21区である。ありがとうございます。